対決サクサクセス61回目戦う選手は阪神の神助っ人外国人選手ランディメッセンジャーと最後の対決していくぜ。ご存知の方も多いと思います。本日動画撮影日は9月の14日なんですけども、今日ですねランディメッセンジャーが現役引退するという衝撃的なニュースが全国に流れました。僕的にはね全然まだまだやれると信じていた選手なので、まあちょっと残念、ちょっとじゃない、かなり残念ですね。今回戦うメッセンジャーの現在の能力はこのようになってます。こちら5月上旬時点の成績を査定され作られてるので、全然まだまだ現役でできる力持ってるんですよね。最速150だし、コントロールも D の57とあって、スタミナに至っては A の80、球界トップクラスのスタミナの能力ですからね。変化球も全然悪くないし、まあ、特殊能力はねクイックシート、あと横浜キラーくらいしかついてないんですよ。で赤戸くんね、タイピンチ支給とかがついちゃってるので、まあそこは多少なりともちょっと何かしらの悪い影響はあるっちゃあるかもしれませんが、ただペナントで回せば全然まだまだ活躍して悲壮感漂う成績っていうのは、まあ、僕は残してこないと予想します。ですから今回戦いますけど、勝つのはそこそこに難しい相手と言えるわけ。今回選手を作る際は球団設定は阪神タイガース、そして相手はね今年、まあ、この球界から去っていく現役引退する選手なので、持ち込みアイテムは何も持ち込まず、この設定でこれからメッセンジャーを超える選手を作って対決勝てるように頑張るわい。レッツ対決サクサクセス。ステージ1番、初期変化球は H スライダー、メッセンジャーが投げてる球種ですね。それがついてるスタートです。でもう一つ変化球パネル、進化方向ありますね。で選手は誰だ、岩田さん、わはは赤徳だらけじゃないですか。なんかあっても大した特殊能力もらえそうにないが、まあ一応あっておこう。ついた変化球は H 進化、 HHH な野郎やな。いいんですよ、変態世の中強いですからね。変態に天才ありって言いますから。ですから俺もそういうタイプなんでしょうね。変態ですけど天才で、野球の才能がやばいやつ。そんな選手を作ってみたいね。岩田さんカモン、何くれる。おお、スライダー方向の変化量上げてくれました。で対決のテーマというのはやはりスタミナでしょうね。おそらくメッセンジャーもかなり多くのイニング投げてきます、あのスタミナですからね。なのでこちらもスタミナだけでもかなり多くしておかないと、それがないと対決にならないし、まあそれだけあっても対決にはならないな、それ以外のことね。まあ、とりあえずステージ1はこれで終わっとこう。だいぶ能力上げられたが、ちょっと体力使いすぎたな。この手のパターンはいつもこの先時刻が待ってるからね、あまり使いすぎないように。でこのステージ選手が2人で、君は誰だい。青ヤギさん、おーっと切れ丸くれたのはありがたい。もう一人下はこれ高橋春人、あーいいですね、伸び B とか持ってる、それちょうだいよ。こっち来て、金縛りで動けない、そこで止まっとけ、よこせよ特殊能力。基本部分まあ球速差上げてくれるのはありがたいはありがたいですけど、欲しいと思ってるものください、お願いですから。欲しいものリスト見てる俺のね、ちゃんと見て、見てたらこんなものよこさないからね、腹立つな。お次ステージ3、おっとここにも変化球パネルがありますね。で下にいるのは高田という選手、あー栄冠ナインの選手だ、なんだこれ、まあ、たくさんの特殊能力持ってますね。あれはちょっとあっておいた方が良さそうだな。スタミナはもうすでに D の50ありてますけども、まあまあメッセンジャーだったら全然ない方やな、もっともっと求めていこうよ。まずはそこにいる選手と、あとは変化球パネルを踏みたいんだが、ナイス、あっちから来てくれたね。脱三振、これも重要です。メッセンジャー三振を多く取る投手ですからね。いいぞいいぞ、体力も回復だどん、楽しくなってきたどん。ずっとこんな感じでやりたいの、オーマイガー、ワオワオワオ、最高だね。おお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 、天国ですと思ったら、なんだこの赤時刻は。楽しかったのね、うほ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 う言うとったのね。急にこんな赤で囲むことないだろう、なんか急に現実に戻されたわ、やめて、まだ夢の世界にいたかったのに。まあ、どっちにしろね能力は上げれましたから、それはそれでいい。もうすでにメッセンジャーのスタミナ超えたからね。でも言ったろ、スタミナだけあったってしゃあないと。っていうスタミナあっても投げきる力なければね、オートペナントではすぐ降板して規定投球回到達しないというパターンもありますから、ここも大事ですけど、これがメインになってはならないよ。まずは宝箱取りましょう。おい、請求超人で。ここもちょっとないからな。まず確実にメッセンジャーの請求力が超えないと。まあ、前世紀のメッセンジャーはかなり請求力ありましたが、今は D 程度ですからね。普通に考えたら超えられる。でも待て。お前なんでこのタイミングで降りてくる、ふざけんなよ。はい、金縛り。もう全てにおいてタイミングが噛みってるね、これね。はい、ということで。とにかく今回は体力回復しまくりだね。不自然なくらいに、この先なんか地獄が待ってそうなくらいに、
何なんでしょうかね。おっと、焼きマン、それもここでね。おいおいおい、何、メッセンジャー引退記念神回だよこれ。かつてここまでこんなにプレイヤーにとって都合よく回った世界はないよ。これ見てよお前、強えな。 H スライダーという明確な武器も持っている。それでいて赤も消える。あー、ちょっともう、なんだろう、明日死ぬのかな俺ね。バラバラになってるのかな、もしかしたらね。というくらい怖いです。最後に恵みを与えてもらってる感、空気感がありますからね。いやもうちょっとここもうこれで終わっておきます。体力温存して最終ステージで、まず球速を上げていろんな部分を上げる。最終的に H スライダーの変化量もマックスにしたいね。魔球を持った戦士したい。そして青赤ダブルアッパー。オーマイガーオーマイガーオーマイガー。ああもうそう、あもう今日はこういう回なんだね。ありがとう野球の神様。いい選手を作れるよ。第2変化球にスライダーが追加されましたね。んで、青赤ダブルアップですからね。赤は避けていかないと。うわー見て、今コントロール一気に7上がったね。この調子で球速パネルを踏んで一気に150まで持っていきたいんだが、どうだその辺。これスタミナに関しては確実にもうマックス到達するね。やたらとスタミナある。もうスタミナそんないらへんのんな。一回シャッフル踏むわ。いい感じでばらけろ。あーいい感じですね。はい、体力回復して、はい、スタミナは S の100到達。ガソリンタンクやね。問題はそれ以外の能力がやはりないので、それ以外のものを手に入れること。もうこれスタミナパネル組んでもカンストしますから上がらないよ。おーい、それでいてお前振動、いつも TC もくれへんのにお前このタイミングでくれるん、もうマジで神や。神しかいない、ありがとう。あースタミナがちょっと下がったのは残念だね。これではちょっとマックスじゃなくなったからな。ちょっと組む必要性があるぞ。ほんとこれ幽霊もいますから、幽霊にも会いたい。ちょっと逃げないで。はい、これでまた S の100になったね。もうこれで終わっとこうか。あー第2変化球、まあまあもうしゃあないわ。最後幽霊に会って、でもうそろそろ彼も降ってきそうなので、それを警戒して、あもう終わりでいいでしょう。最高の回となりましたよ。今回の対決方法は、両選手を阪神タイガースに加え、ペナントでワンシーズン回して成績を比較していきます。起用法はどちらも関東起用で、僕の選手がローテ1番手、メッセンジャーをローテ2番手に設定したいと思います。メッセンジャーは全盛期、まあ、僕のイメージでは先発関東型なイメージが強いので、まあ、最後の対決はこの起用法で、よりどっちの方がいい成績を残すのか注目です。そして今回はここの対決に注目するだけではなくて、もう一つ注目してもらいたい、それは阪神タイガースの鳥谷敬ですね。メッセンジャーは自ら引退を申し出て球界から去っていきますけど、鳥谷に関してはまだ現役続行を希望していてね。そして阪神と意見が合わず、コンオフも退団することがほぼほぼ決まってますよね。そんな鳥谷敬をこのペナントでは全盛期と同じ打順3番の遊撃手起用で回してみたいと思いますので、それにもよってどうなるか、まあ、メッセンジャーにしろ、そしてこの鳥谷にしろ、もしかしたら能力的にはね全然大したことない2人ですけども、全盛期の力を思い出して、そして全盛期のような活躍をするかもしれないね。そんな可能性もありますから、まあどうなっていくのかこれから見守っていきたいと思います。1年のシーズン開幕試合、チームの順位はリーグ6位、54勝86敗で勝率3割8分6で2年連続最下位となりました。どうやらチーム的に奇跡が起こったってわけではないですね。ああまあまあこういう順位ですからね。かつてのそのメッセンジャーが強かった時、鳥谷が強かった時っていうのはね、結構 A クラス常連なチームでしたけども、まあどうやら今はそうじゃないらしい。まあいいんですよ、チームの部分なんていつも言ってる、ここは重要視してないから。こんなチーム状況下でも鳥谷、そして俺、メッセンジャー、みんながいい成績を残して、みんな笑顔な世界を作れていたのであれば、俺たち3人だけが笑えるのであれば、それでよしですから、チームはどうでもいいです。続けて一番大事な個人成績を、まずは投手の成績から確認していきます。果たして僕とメッセンジャーどっちの方が多くのイニングを投げ防御率がいいのか見ていきましょう。成績オープン。僕の選手は防御率 1.74 の196イニングも投げ通る。そしてランディ・メッセンジャー、防御率 5.42 の147イニング、えぐいくらいの差がもう出てるね。まずは僕の選手から一通り確認していきましょう。登板は25試合、その中防御率 1.74、 ほほー、なかなかね今作のペナントは
蛇行ですからね。1点台のピッチャーっていうのはこれまで実況60回の歴史がありますけど、このシリーズにはね1人か2人しかいないんじゃないかな、俺の選手がこういう防御率を残したのはね。ですからそこにまた数少ない例として今回作った選手が名を残したわけですよ。でまたイニング数もね、例えば143イニングとか規定投球回ギリギリのラインだったらまあまああれですけど、そうじゃないですからね、200イニング近く投げてる、できれば200イニング投げてもらいたかったですね。その中12勝7敗勝率は6割3分2と、まあこれだけの防御率ですからね、チーム状況は最悪なチームですけども、まあまあこんな成績ならばそら12勝上げれますわ、上げれてない方がおかしいんだからね。で完封なら関東中えぐいな、沢村賞だってありえるんちゃうかこれ。 QS23 で率は 92% だから QS を逃した試合っていうのは2回しかないんですよね。 HQS16個で 64% かなり高い数値、奪三振193個で三振も取れてますね。三振率は 8.85、 フォアボール37個で四球が0、四死球率 1.70 と制球も A らしい。基本塁打9本で率は 0.41、 被安打146で被安打率2割0分4厘で、得点圏では1割5分5厘対左2割1分6で、ウィップ1切っての 0.93、 その他こんな感じでフィニッシュ、ゲームセット、ほっほー、もう最高ですね。何から何まで、始まりから今に至るまで、野球の神様ありがとう。今回はもう明確な神回となりましたよ。で続けて対戦相手のメッセンジャーの成績を見ていくと、もうね天と地ほどの違いがすでに出てますね。防御率は 5.42、 147イニング、関東起用でこれですからね。いや関東起用だからこうなったという見方も解釈もできるかもしれないですけど、まあでも前世紀のメッセンジャーならばもっと多くのイニング投げて、防御率だってねどうでしょうかね、4点台にならないでしょうね。悪くても3点台後半な投手ですから、かつての力があるのであればね。だからこの数字が出てしまうということは、やはり今の力がこういうもので、まあ、これでは球界から去っていかなければならないですよね。で6勝12敗で登板23試合、何回かローテずらしてますね、怪我したんでしょう。その中完封はゼロで完投はたったの一つのみ。いや年齢考えたらそれでもすごいんですけどもね。でも俺と比較したら10倍の違いがありますからね。 QS11 で率 47%、 HQS3 つで 13%、 奪三振110個で三振率 6.70、 フォアボール55個、デッドボール4つで四死球率 3.60 で、基本塁打が20本、これはどうだ、阪神ワースト。いやー上には上がいるんかい、もう恐ろしいな。お前どんだけ打たれとんねん。規定投球回到達したピッチャーみんなこれ1あるんじゃない、基本塁打率ね。西に至っては24本で、オタクの防御率は、ああそれでも4点台なんだね、 4.08。 ホームラン数の割にはなんか防御率がいいように思える、なんでだろうね。それはまあ単純にランナーをそんな出さないかな。いやでも出してますよ、フォアボール率はまあ優秀ですけどね、被安打率2割8分たって、得点圏でも打たれてる、対左に立ったら3割0分4、なんか数字と防御率がリンクしてないですね。もっと悪くなってもおかしくないと思うんですが、なんか奇跡的にね良かったんでしょう。しかし阪神ファンはこれじゃ納得しないよ、大金払って取ってるんだからよ、人気な球団でね、野球したかったんちゃうの、これじゃぶったたかれますね、オリックス見た方が良かったと思うかもしれない、いや思ってるんじゃないかな西君は。メッセンジャーの話戻りましょう。いやメッセンジャーもやっぱかなり多く打たれてるよ。それでいて被安打率は2割9分3厘、まあとにかくバットに当てられてヒットになる機会も多くて、それでいて一発打たれる機会も多いと。なるほど。得点圏では3割5分8厘と対ピンチの弱さも出てます。対左に至っても打たれてウィップは 1.5厘、悲しいですけども、これが時の流れというかね、数年前のメッセンジャーなら考えられない成績を残念ながら残してしまった。奇跡というのはメッセンジャーのとこでは起こらなかったですね。僕のとこではもう始まりから今に至るまで起こり続けてるんですけどね。でもう一人奇跡が起こってるかどうか確認しなきゃダメな選手がいます。それは阪神の鳥谷敬、3番遊撃手固定で我慢して使ってみた結果どんな成績になったのか、オープン、どうだ、プロ野球記録が一ついきなり誕生してますね。1割4分5厘。うん、これは明確なプロ野球記録。いや、世界の記録じゃないですか。悪い意味のね。はい。1割4分5厘という打率で、それで143試合。フル出場というね、試合数と打率の差がたったの2厘しかない。2しかないというね。恐ろしいですね。こんな数字見ることになるとは。566打数の82安打で、2塁打たったの3本。で、ホームランは0本。ただでさえ打ててないのも、それでいて長打も打てないのか、ホームランも0本なのか、
打点も25打点、まあゼロじゃないだけマシじゃない？そらフルで使えばこんだけ打つわな。全部ひどいわ、ここまで映ってる数字ね。得点42得点、三振148かと。まあでもね、まあ三振は多くしてますよ。でも、ほんと飛び抜けても、レッドラインを飛び越えてるってほどではないと思いますので。なのでもうちょっといい打率とかいい成績になってもおかしくないと思うんですけどね。まあ選球眼持ちの鳥谷ですから、フォアボール53個と選んでますね。こんな選手フォアボール与えるやつも与えるやつやで、鳥谷うんうん関係ないでしょ。1割4分のバッターですからね。デッドボール5つ、ギダさん、ギヒヨン、併殺15とチャンス潰しまくってる。まあ3番起用で1番近本、2番糸井ですからね。塁に出る機会が多い2人が前にいて、そしてもうまとも打てない鳥谷からしたら、そらこれだけの併殺打記録するわな。まあ鳥谷だけじゃなくてマルティ14、福留18ですからね。このチーム全体がまず併殺打多いわ。で、連続安打はたったの5試合しか続けて打てなかったらしい。連続出塁が14、連続無安打30。思ったほどではないですね。こんな打率ですから、もう連続無安打がなんなら100くらいあってもおかしくないと思うんですけど、30程度なんだ。まあ一人ノーヒットノーランは達成してますけどね。そう、定期的にヒットは1本打ってたんですね。ただそんな1本では打率は上がらないからで、対左1割4分、対右1割4分8厘で、出塁率2割2分3厘、長打率1割5分で、 OPS は3割7分3厘と、残念ながら奇跡というやつは一切起こらず。てかこんなやつが3番起用でソリディティ遊撃手を守っているのであれば、そらあれアンナーチーム状況になるし、てかこんなのが遊撃手起用でフルでいて、俺が防御率1点内残してますからね。これめっちゃすごい記録ですよ、改めて見ればね。これチームのその守備力っていうのは、もちろんこのオートペナントでも数字に影響はありますからね。守備能力の低い選手がいたらオートでも数字は下がったり、いい選手がいたら数字っていうのは上がり傾向になりますからね。だからこんなお荷物を抱えながら防御率1点台を残した俺は間違いなく神ですよ。メッセンジャーだってもっといい成績になってたかもしれないね。鳥谷の守備で見ていくと、エラーは17個、守備率は9割7分6と、エラー数も多く、それでいて打てない、引退待ったなしなんですけど、まだ現役続けるんでしょうかね。この成績をリアルで残したのであれあって、そして現役をまだ引退しないと言い張るのであれば、鳥谷ファンはゼロになっとるでしょうね。こりゃひどい。奇跡が起こったのは俺だけで、それ以外の2人は現実の2文字だけが浮かび上がっていましたね。最後に確認するのはタイトル受賞。まあこれはもう僕の選手の話だけですね。対戦相手のメッセンジャーしかり、鳥谷しかりは、まあもちろんタイトルを選ばれるような選手じゃないですからね。俺だけ確認していきましょう。まずはセリーグのベストナインを投手部門で受賞することができました。続けて、まあゴールデングラブなどは別にどうでも個人タイトルはどうだ。沢村賞は取れず、パリーグの騎士が受賞ということになりましたね。マジか。それ以外で見ていくと、最優秀防御率、最多奪三振に関しては僕は受賞してます。まあ勝率1位とか最多勝に関してはもうこれはチーム状況がこれですからね。菅野、今永、メルセデスがうちに来たら勝てるんか、俺みたいに勝てるんかといえばそうじゃないと思う。こいつらチームによってもらったしょうもないタイトルですから、もうどうでもいいですね。さあ、僕とメッセンジャーの対決の話に戻りますけど、ぶっちゃけ対決の勝敗はついてますよね。もう見てください、この数字の差です。まず先発を求めているの、僕がいつも求めているのは防御率という結果、まあここがまあ一番大事と言ってもいいし、あとイニング数ですね。何から何まで全てにおいて指標上に差がある。結果内容、あと受賞したタイトルの違いがありますから、今回は明確に俺の勝ちと言えるでしょう。シリーズ通算35勝目、現役のメッセンジャーと戦うのはこれが最後の機会になると思うんですけども、もう対決の結果はもう圧勝でしたね。もう圧勝すぎて少し悲しさ寂しさが出てきたわ。こんなのがラストでいいのかとまあ指標上にこれだけ差が出たらね、俺がたとえメッセンジャー信者だとしても、こんなものはもう俺の勝ちと言います。誰がどう見ても勝ち負けは決まっている。まあ思ったよりメッセンジャーがいい成績残してこなかった。それはやっぱり鳥谷を遊撃手で使ったからという影響は少なからずあるんでしょうね。なんならこの成績になった7割の要因を占めているかもしれない。やっぱ野球って遊撃手がまともじゃないと野球になりませんからね。
これがなんか現役最後の結果でいいのか、対決最後の結果でいいのかという若干モヤモヤ感はあるんですけど、出た成績が真実であり答えであり、このシリーズでは全てですからね。これで実況61回目のメッセンジャーと最後の対決は終えていきたいと思います。動画の冒頭でも言った通り、メッセンジャーは今季限りで引退することになりましたが、何もまだ全てが終わったわけじゃないですからね。引退セレモニーもあると思うし、引退試合もあるでしょう。そしてこれだけのレベルの選手だとね、引退後に何かしらの職を阪神は与えるんじゃないですか。スカウトとかね、その他まだまだ見る機会は多いと思うしね。あとラーメン大好き助っ人選手ですから、たとえ阪神に関わらなくても定期的に日本に遊びに来てくれるんじゃないですかね。主にラーメンを食いにと思いますのでね、まあ、今後メッセンジャーがどの道を選択するのか動向に注目しましょう。次回の対決サクセスはまた別の選手と戦う予定だ。お楽しみに。グググググバイマターを。